ちゃ。それは素敵ですね。ではそのように手配します。母様、いい加減にして。私のことはともかく、士官学院の理事のくせにどうしてそこまで無関心なの。アリサ、まあ落ち着いて。ああ、忘れていたわ。無事に実習を終えたければ、両方軍と鉄道憲兵隊には近寄らないようにしなさい。公爵家の方も同じ、立ち寄る必要もないでしょう。あくまで学生らしく常識の範囲で頑張りなさい。以上。いってらっしゃいませ、会長。はあ、すっげえ母ちゃんだな。軍隊の女将校みたい。なんというか、さすがは RF グループの会長を務められているだけはあるな。はあ、もうだから戻ってきたくなかったのよ。ちょっと引いたでしょ。いや、そんなことないさ。僕たちの安全を考慮したアドバイスもしてくれたしね。はあ、もういいわ。ここで熱くなったらあの人の思うツボだろうし。え、シャロン、こちらも日没までには戻るわ。客室と夕食の準備はお願い。私たちの荷物も頼んだわね。かしこまりました。それでは皆様。